はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。はい、今日も始まりました吉村農園の農業に来てくれている今日もですね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そして今日の作業内容なんですが、いちごの収穫、そしていちごの管理作業、そして親株のね、管理作業なんかも行っております。で、今日の動画の内容なんですが、3月に入りまして、3月に入るともう1回はね、かけなければならない薬産があります。まあ、その、ね、薬産のちょっとご説明をしていきますので、ぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、では今日なんですが、まあ、3月に入りまして、まあ、そろそろですね、またこう予防しなければならない月に入りましたので、そういったところのお話よろしくお願いします。はい、こんにちは。今年は平年より暖かい日と寒い日がこう寒暖が激しいと思うんですけど、ここで気を抜くとダメになっちゃうのはダニはよく言ってたんですけど、みかん黄色アザミウマ、その暖かい時に、あと風が吹いたりすると飛んでくる小さい虫なんですけど、花に入っちゃうとどうしてもね、収穫したする頃になったらイチゴが黄色っぽくなっちゃう。うちのはもうアザミウマっていう小さい虫ですね、はい、それはね、暖かくなると飛んでくる。どうしても暖かいと環境大きく開けるから、その時入ってきちゃうもんで、一番やられるのはね、香りの、まあ、香りのは、はい、作ってる方は特に気をつける。まあ、あとどうしてもとちおとめなんかもアザミウマはね、狙われます。でハウスなんかもね、南側のハウスの方がやられる可能性がとても多いですから、細かい外にネットを張ってるような人もいるんですけど、やっぱりね、そんなことしててもどうしても中に入り込んちゃうもんで、その時に振る殺虫剤、はい、ファインセーブ、はい、ちょっと寄ります。ファインセーブ、はい、殺虫剤、ね、これを花はい、に中心に一度花が咲いた時にかけとかないと、はい、だから暖かい時、南風が吹いたら次の日あたりはね、アザミウマが入ってる可能性が多いんで、そういう時のために、殺虫剤もローテーションで、はい、かけておかないと、アザミウマにやられちゃうと商品価値がゼロになりますから、そういうとこは気をつけて、3月4月は特に、去年はとても多く出たんで、平年でね、毎年ね、周期がこうあるみたいなんですけど、やっぱり予防っていうのは、こまめに心がける必要があります。その時にせっかくなんで、一回だけじゃなくて、殺菌剤なんかも、はい、入れるといいですね。オールフィット。オルフィンですね。オルフィン。はい。いろいろ横文字が出てきてるんでね。はい。まあ適量でかけるうちのが一番いいんですね、はい、うどん粉はもうだいぶ収まってくると思うんですが、暖かくなってきたから、はい、でも一応殺菌殺虫はこれは必要なんで、古葉っぱや何かを取ったりしたり何かすると、余計に殺菌剤なんかもかけとくのが一番ベストだと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、3月に入ってから薬剤についてのね、ご紹介させていただきました。まあ、この、ね、アザミウマ特にですよ、特にこのアザミウマがね、入ってしまうと、どうしてもですね、実自体が本当黄色くなってしまって商品価値を失ってしまいますんで、これは本当にね、大切なんで、ぜひね、かけていただければなと思いますので、よろしくお願いします。あと、その中で、まあ、やっぱり薬産ね、ただするだけっていうだけではもったいないんで、そこに殺菌剤も入れてあげると、まあ、うどんかなんかは本当に出ないとは思うんですけど、まあ、暖かくなってきてるんですが、ここでね、しっかりと殺菌剤もかけてあげるといいかなと思いますので、ぜひね、参考にしていただければと思います。で、次回の動画なんですが、金曜日に次回の動画撮ってきますので、ぜひご覧くださいね。じゃ最後にいきます。これが農業です。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、いちごもね、後半に近づいてくると、誰も体の方も疲れてきたり、ちょっと中だるみもすると思うんですけど、私もね、指切っちゃったりしてね、やっぱりね、
気が緩んちゃう、うん、11月12月1、2だからもう4ヶ月近く収穫とか、あいちごも出荷してるとどうしてもねもう体も疲れてね、あと2ヶ月っていうところですね、大きく2ヶ月半ぐらいかな。でもちょうど後半の折り返し地点っていうことで、苗の準備とか収穫が重なって3月はとても忙しくなると思います。4月になると苗の方の管理だからと収穫でちょっとでも体の方ももう終わりに近づいてくるからちょっと落ち着くような感じになりますから、3月が一番忙しい時期に入ってくると思います。だからね、怪我しないように手袋はした方がいい。今日間違って刃物で切っちゃった。うん、まあそういうこともあるんで、気を緩まない、気をたるませないっていうのかな、まあそういうとこですね。コロナの方もだいぶ落ち着いてくるような傾向があるんですけど、まだまだ観光をやってる人は気を抜かないで、頑張っていき、共に頑張っていきましょう。以上です。